はいどうもお疲れ様です。即価塾の久保です。3月24日朝6時半の相場解説、冷やしの方から見ていきたいと思います。全体を見るとね、こうやって下がっていったところから、ここで転換が入って、上昇していきました。ただ上昇もそんなに長く続かずに、まあ、今はね、下落の一途を辿っていくということで、この3つのプライスは、あの、超えたり超えなかったりってことですよね。さあ、そこでですね、 えー、こちらの方で転換が始まったフェーズが横に伸ばすとそろそろかなというところはありますがそれだけでは、ね、根拠に弱いですしかしですねこのまま円高が130円129円と続くのかっていうと、まあ、そうとも言えないんじゃないかなというところありますねただ私としてはね130円になっていくのは、まあ、あり得るかなというふうな1週間を見ておりましたで今日金曜日になってまあ今現在ね130円 どちらかというと131円に近い価格なんですけどもどうも昨日の動きを見ていると材料があってですねえ下の下げの圧力があったんですけども瞬間的にまた上昇に回復していくんではないかなっていうふうに見ておりますまあその経緯はね昨日一昨日とお話した通りなんですけどもさあそれじゃあねそろそろ上昇が始まっていくのかというと必ずしもそうではなかったっていうのが昨日のところですよね上昇に合わせて えー、昨日はねあの倍を入れていったんですけどもそれも限定的で途中からまた反転して下落の方向に進んでいってしまったわけですよでそもそも下落できて回復するかと思われた上昇なんですけども材料によって下に押し下げられたところ、まあ、このねフラッグがまあ見えているかなっていうふうにもなるわけですよ、まあ、つまりこのチャンネルラインに沿って下に行くっていう形はまあ十分あり得るわけですよね で昨日はね1時間を見て分かりますようにレンジオプションを取って上昇に向かっていく形を見たんですけどもでも上昇せずに、えー、今ね下落の方に下がっていってさらにここで跳ね返ってってことですからあの1時間で見ると今まさに四角で囲っているレンジにはまあ見れるわけなんですよ。 まあですんで1時間で取りしている以上、このレンジオプションで今日も行きたいなと思いますし、もうすでにね、えっと、倍で入っても全然おかしくないところではあります。まあですんで、とりあえず今の決断としては倍の方向で見ていこうかと思いますけども、それも132円まで進むかっていうと、そんなことはないかなってところなんですよ。え前回の FX オリガルヒの放送では倍の方に入れていくのにやばさが出ないっていうことをお話ししました。と同時に、今度ね、ダブルボトムがここに見えましたんで、うん、まあ、 倍でで今からでもエントリーすればよろしいんじゃあ130円とか129円の方向に行くのかっていうことなんですけども多分このレンジオプションで下にブレイクしない限りそれはないかなと思いますねで逆に上の方に傾いていく可能性は私は十分あると思いますなぜなら米国雇用調整じゃないやなんだっけ FOMC か FOMC で下下げ圧力があったのはここなんでとりあえず半値戻しぐらいまではねもう一回ぐらい行くんじゃないかなと思いまして この流れを見てるからなんですよねブレイクすれば131円から132円の方向に動くことはその時点で考えればいいと思いますしまあここで跳ね返ってレンジジャンプションを続けるようでしたらレンジジャンプションで今週の最後の利確をね狙っていきたいなというところでございます、まあ、そんなとこですかねはい大筋はそんなとこでとりあえずレンジオプションでレンジジャンプションを取っていくことといつものようにレンジを超えていったらブレイクアウトを狙うというところで この両面作戦でいきましょう。まあ、このレンジナオプションでブレイクを狙うっていうのがね、一番硬いですね。リスクも少ないし。ということで、本日も地道にそれをやっていきます。それでは、また、FX オリガルの皆様は、そうですね、午前中1回ぐらい追加できると思いますので、ご覧いただければと思います。